えー、婚約しました。相手が入籍後に他の人のことを好きになるかもと言い出しました。迷っています。このまま入籍するのは正解です。なんか、不正解だと思います <laughs>。あの、なんだろうな。相手の人が、 あなたと結婚したくないとどこかで思ってるのか、バカであるかのどっちかなんですよね。<laughs> あの、どんな人間でも、その結婚しようとする相手より好きになる人がいるかもしれない。可能性はゼロでもない。<laughs> なので、あの、それ口に出す必要なくねって話なんですよ。例えばじゃあ、そのなんか、あの、すげえ美人だと思ってた人と結婚した後に、なんか荒垣結衣さんが結婚してくださいってきて、うわ、もっといい人が来たっていう可能性もゼロじゃないじゃないですか。 だから、その、好き、他の人が好きになる可能性は、あの、ゼロではないですよと。ただ、それは、口に出す必要ないと思うんですよ。で、それをあえてなぜ口に出したかっていうと、バカであるっていうパターンと、もうすでに離婚する気満々で、で、離婚するときに、あの、前もって言ってたんだから、しょうがないでしょっていうので、自分の罪悪感を薄めようとするための、その不石を現時点からやってるタイプなんですよ。 要はその好きになる人いるかもしれないって言った後に結婚した。で、その後好きになる人がいてわ、じゃあ別れたいって言った時に、文句を言うのはおかしくないだって前から言ってたじゃんっていう、その免罪符に血を使おうとしてるっていうパターンだと思うので、やっぱどちらにしろ頭が悪いか悪い奴のどっちかだと思うんですよ。 で、なんか、まあ、相手の方がすげえ金持ちとかであれば、まあ、結婚しといて、そのなんか離婚して財産もらうとか全然いいと思うんですけど、なんか財産とかないんだったら、あの、まあ、結果離婚をするんだったら、性格の悪くて頭の悪いやつと、なんか結婚するのはどうなのかなみたいなところで一回冷静に考えてみるといいんじゃないかなと思いますけども。まあ、でもね、あの、単にその正直なだけ、正直な頭の悪い人っていうパターンもありますよね。あの、そういう可能性あるけど、僕は頑張ります、みたいな。